はい、こんにちは。英語ブロックのリゾートアツシです。今回の動画ではダントツ英文法について説明していきたいと思います。よろしくお願いします。まず英語ブロックのホームページについて少しだけ説明させてください。主なコンテンツが英単語と、あとダントツ英文法、それと仕上げレッスンになります。で、今回の動画ではこのダントツ英文法ですね、すべて合わせると100講座あるんですけども、こちらについて説明していきたいと思います。おすすめがクロスワードになります。こちらについては他の動画でも説明しているので、ぜひそちらの方をご覧ください。英語ブロックというふうに検索してもらうとホームページが2つあります。英語ブロック .net っていうのが主に英文法と動画中心で、英語ブロック .com の方が主に英単語とテキストが中心になっています。どちらからでも行ったり来たりはできるので大丈夫です。今回は英語ブロック .com の方ですね、こちらのトップページから進めていきたいと思います。はい、今見てもらっているのが英語ブロック .com の方のトップページになります。はい、ではダントツ英文法のレッスン86、勧誘する文、提案する文について説明していきます。まずトップページのこちらのダントツ英文法、またはこちらをスクロールしてもらってダントツ英文法を学ぶ、このどちらかをクリックします。はい、次のページ、ずっと下の方まで行ってもらって86ですね、86をクリックします。はい、勧誘する文、提案する文。はい、今回使うプリントの画像がこちらにあります。印刷したい時にはこちらの PDF ファイル開いてもらって、下の方にプリンターのマークあるんですけども、こちらとか、あと画面上で右クリックすると印刷っていうのができると思います。ぜひそちらから印刷して使ってください。はい、あとはですね、スライドショーで学ぶっていうのがあります。こちらはこのようなページになっています。この右の方の矢印をクリックしていくと、どんどん次の説明に行くようになっているので、ぜひこちらの方も使ってみてください。はい、あと最終的に英作文ですね、こちらにも挑戦してほしいと思います。 PDF ファイルの方もこちらにあります。はい、では今回の内容ですね、こちらの画像を加工しているものがあるので、そちらを使って説明していきます。はい、では始めましょう。まずですね、今回大切な、形、覚えてほしいものがこの形になります。 Would you like っていう風に始まる文ですね。 Would you like 点点点で、これ疑問文の形なので、ここにクエスチョンマーク入ります。点点点はいかがですかという意味になります。で、点点点の部分には下のどちらかの形を使う。1、名詞、この点点点のとこに名詞を入れる。または不定詞の名詞用法ですね。ほにゃららすること。不定詞っていうのは to ほにゃららっていう形ですよね。なのでここに to 何々っていうふうに入れるということです。結局は名詞の働きをしているものですね。Would you like 名詞っていうふうに使うっていうことです。では実際の例文で見ていきます。はい、まず括弧1番ですね。はい、ぜひ後に続けて読んでみてください。 Would you like some juice? Would you like some juice? ジュースはいかがですかという意味の表現ですね。で、この some っていうのを訳すとすれば、いくらかのっていうふうに訳します。で、あれ、ここで some? っていうふうにこう思う方もいると思うんですね。 some は疑問文では使わないですよね。ただこの場合は使います。相手に肯定の返事を期待するときは疑問文で some を使う。相手にこうイエスと言ってほしい提案をしたときですねは some を使うと。まあ any でもいいんですよ。 any でもいいんですけど、相手にイエスって言ってほしいっていう気持ちが入っているときには some を使うのが普通です。 Would you like some juice? のように言います。で、答え方としてはお願いしますという時には Yes, please. Yes, please. はい、お願いします。
断るときには No thank you、 No thank you、 いいえ結構です、このように答えます。はい、では次に行きます。これは名詞が入っているパターンですよね。で今度カッコ2の方は like の後ろに不定詞の名詞用法が入っているパターンです。はい、では読んでいきます。 Would you like to come with me? Would you like to come with me? 私と一緒に来るのはいかがですか。これつまり提案しているので、このように訳してもいいですね。私と一緒に来ませんか、私と一緒に来るのはどうですかっていうことですね。はい、 like の後ろに名詞用法が入っています。来ることっていう意味ですね。はい、では次に行きます。はい、今度は Would you like っていうのが入ってて、最初に疑問詞があるパターンですね。何を何とかしたいですかというような時に使う表現です。はい、では読んでいきます。 What would you like to drink? What would you like to drink? これは Yes, No では答えられない質問なので、文の最後は下げ調子で読みます。あなたは何を飲みたいですかという意味ですね。はい、ここに書いてある通り What would you like to 何々っていうのは、あなたは何をほにゃららしたいですかというふうな意味になります。で、Would like to っていう言い方がまあ、あるんですけど、これはほにゃららしたいっていう意味なんですね。で、これを利用してるわけです。 Would like to、 まあ、順番がこう疑問文で変わってますけど、 Would like to っていうのはもともとほにゃららしたいっていうふうな意味です。で、したいっていう意味だと Want to っていうのもこう覚えてると思うんですけど、 Want to の方より、Would like to の方が丁寧な表現になります。だから自分より目上の人とか年上の人に使うときにはこちらの Would like to の方がいいですね。で、友達同士で使うときには I want to でいいんですけど、この2つはどちらもほにゃららしたい、こちらの方が丁寧な言い方になります。はい、では次に行きます。はい、ここからはですね、ちょっとこれ小さいので拡大するんですけど、ほにゃららしませんかとか、ほにゃららはいかがですかにあたる表現をまとめています。相手にこう提案するときですね、このようにいろんな言い方があります。まず一つ目、これから Will you っていうふうな言い方ですね。 Will you ほにゃららしませんか。で、 Won't you っていう言い方もあります。 Won't you 何々もほぼ同意です。なので意味も一緒ですね。で、否定が入ってるのと入ってないので何が違うのかなっていう話なんですけど、これは not 入っている方がソフトな言い方になります。ソフトな言い方、何々ないっていうのが入ってて、否定が入ってる分相手には断りやすいイメージを与えるんですね。断りやすいニュアンス、例えばですね、はい、ここまで動画を見ていただきましてありがとうございます。一応前半動画はここまでとなっています。で、後半の動画ですね、この続きの動画を見たいときには、メルマガ会員の方に登録していただくことになります。例えばこのトップページですと、この上からずっと見てもらって、ここですね、ここにメルマガ会員への登録のフォームがあります。お名前と、あと E メールアドレスですね。名前は名字だけでも結構ですので、ぜひここを入力していただいて、で、こちらの確定というところを押していただくと簡単に登録ができます。で、もしもういらないという時には配信停止もすぐできるようになっていますので、ぜひ登録していただければと思います。で、登録するとメールが届きます。で、そこに会員の、パスワードですね、の方がありますので、こちらのメルマガ会員ページっていうところから、進んでもらって、で、そのパスワードを入力してもらうと、後半の動画も含めたフル動画ですね、全部の動画が見れるようになっていますので、ぜひメルマガ会員に登録してみてください。はい、では後半の動画ですね、続きの方でまたお会いしたいと思います。よろしくお願いします。